第5地区いいんじゃん、もう向かっちゃいやしょ。気合い入れるか。ここだね、ローマを待つ。ここが第5地区のゲート。約束の時間までまだ少しあれが、このままローマンを待とうか。余裕でいけるでしょう。ローマンを待つ。時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい。うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはないですね。ザ頼んだぜローマ。くそ、本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてんだ。パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ、命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii.Come on, not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. さあ、ハワイツアースペシャルコースの始まりだ。こんなところに千歳入っていっちゃったの？やばいでしょ。片道切符にややしねえだろうな。死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな、そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろ。帰る気なんてねえさ。第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に病院に食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するのに金はかかるんだろ。ホームレスはどこからその金を得てるんだ。まあいろいろあんのさ。でパスポート盗んだやつの手がかりはあんのかい。なあ
日本人の若い女性だ。千歳って名前で、ちょっと気の強そうな。くよくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here? Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5.Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent. As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによった西ブロックとはな。何なんだ、西ブロックって。第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ、気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに？大丈夫なのか？案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのか信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。おい、この先を右に折れたところが西ブロックと呼ばれるエリア。西ブロックの誰かが喧嘩に勝って千歳を止めることになったらしい。その誰かってのはお前らが探しな。なんだ？ガイドなのに俺ら任せか？西ブロックはめんどくさい連中が多くてな、下手に関わり合いたくない。それに旅の醍醐味は思わぬハプニングだろ。わかったよ。でもまあここまで案内してくれたんだから約束守ってくれたっていうことに関してはお前は評価に値するぞ。テントって本当にテントだな、これ。キャンプ用のテントじゃん、本当に。どこ行きゃいいんだろう、ここが。なあ、千歳ってこう知らねえか？何？千歳？ひっ。さっきくせ、千歳。ああ、あの女か。クソ。久々に見た上玉だってのによ。すぐノックアウトされちまった。あんたら喧嘩であの子を取り合ってたんだってな。誰が勝ったんだ？いや知るか。負けた後のことなんて興味ねえ。ならあんたに勝ったやつは覚えてるかな。ああ嫌なこと聞きやがるなてめえ。キリュウさん、ちょっと小銭お借りできます。ありがとうございます。ほら、これでいい酒でも買ってくれや。あそこで鍛えてる男だよ。げっ、すげえガタイだな。あいつが千歳ちゃん争奪戦のチャンピオンかもな。とにかく話を聞いてみるか。すいません、キリュウさん、お金後でお返ししますんで。違う、必要経費だ。大道寺一般につけとくさ。さあ、あいつは、こいつあんまり知らねえんじゃねえか。なんだここ。おお、金借りといてタックルしていく。何これ、気合い入れるか。なぜこんなところに。デリバリーヘルプの。なあ、千歳ってこう止めてんのはあんたかい？消えろ。あんたも負けた口か。さあ、いや、その、よう、俺たちは千歳という女性を探してる。どこにいるか知らないか？なんだてめえ。こういう場所で生き残るには腕っぷしよりもまず鼻が利くのが重要だ。What？ お前の勘はどう言ってる？
ここで俺たちに喧嘩を売るのは得策か。何が聞きてんだ。さっきも言ったが、千歳という女性を探してる。彼女の取り合いになったんだよな。最終的に行き先が知りたい。最終的な行き先が知りたい。なら、ホセのとこだ。そいつが争奪戦のチャンピオンか。ホセのテントはどれだ。これ以上調子に乗るんじゃねえ。え？キリュウさん。ありがとな、キリュウさん。殺されるかと思った。今のはお前が悪いぞ。本当だよ、完全に挑発だぜ、ありゃ。ま、無事でよかった。キリュウさんもさすがっすね。向こうが話の分かるやつで助かった。ホセってやつを探すんだったな。分かりました。よし、ホセ。そいつもまた誰かに奪われたみたいな権利を。違うのか。こいつ聞こえてたぜ。あんたたちホセのテント探してるんだろ。あんた知ってんのかい。みんながホセに嫉妬するのは嫉妬するのも無理はね。あんな冗談まとよろしくやってんだからよ。よろしくやってるってのは、つまりホセとあの女は男女の仲ってことよ。あの野郎と来たらその自慢話ばっかりさ。えらく惚れ込んだらしく、結婚するだのガキ作るだのって言ってるよ。で、ホセはどこにいるんだ。突き当たりにあるあのデッキチェアのあるテントだよ。尋ねに行くんなら気をつけな。あいつは癖が強いからね。ありがとうよ。さっきのマッチョ野郎に勝ったのか、ホセってのは。もう変なこと言うなよ。言わねえよ。どうだかな。さあ行くぞ。さあ、一番強いやつのテントにしてはなんか質素な感じに見えるが、こいつじゃねえの。デッキチェアに座ってんだけど。なんだお前ら、日本人か。え？あんたがホセさんか。千歳って子を探してんだが、知らねえか。俺の女に何の用だ。俺の女と来たか。二人の関係に立ち入る気はねえけどよ、彼女に聞きたいことがあんだ。会わせてくれねえか。ダメだ。俺の女を誰に会わせるかは俺が決める。まあそう言わず会わせちゃくれねえか。彼女にパスポートを取られたんだ。返してほしくてよ。なるほどな。おめえらあの女を取り返しに外から来たんだな。道理で見ねえ面だと思ったぜ。そうはいくかよ。あんな冗談を手放してたまるかってんだ。取り返すってのはちょいと語弊があるんだけどな。今言った通り、俺はあの子に会って話を聞きてえだけなんだ。話はしまいだ。 Hey boys、このホセってやつがリーダーなのか。おい、こっちには警察がいるんだぞ。キラキンされちまう。おいローマン、こいつら止めろよ。ホームレスと外国観光客の喧嘩に公僕が動いてくれるとでも思ったか。俺が守るのは健全なアメリカ国民だ。俺は劣気としたアメリカ国民だっての。都合のいいこと言いやがって。お前らが勝手に招いたトラブルなのは事実だ。ま、頑張ってくれ。生き延びたらツアー再開だ。キリさん、体調どうすか。やっぱり言うべきじゃなかったかな。毎度こうやって気遣われることになりそうだ。
そりゃそうでしょう。俺のことは心配のようだ。早いとこ片付けつですね。大丈夫だ、俺はいける、俺はいける。ティアザのプーツ、あのこのホセってやつ強そうに見えないんだけどね。行くぜ。まあやっつけちゃいやしょう。いつでもいいぜ。サクッと、よし、サクッとやっつけちゃいやしょう。ちょっとここまで来るのにいろいろ寄り道しすぎて思いのほかレベルがある。推奨レベルが13に対してもうね、こっち22なんすよね。はい、まあ雑魚から倒していきますか。はい、おなんだ、2回攻撃するのかお前。もう全部食らってんの。俺の番か。飛ばない。もう雑魚からこれキリュウちゃんの攻撃に参加と。こいつまだ生きてたか。行くぜ。もう一掃するよ。俺の番だ。はい、よし、行くぜ。はい、これ強いね。強すぎだろ。ホセ・ヘンダーソン、スジモン。なあ、ホセさんよ。あんたが千歳ちゃんにマジで惚れたんなら、プロポーズの言葉はよくよく選べよ。俺の女なんて間違っても金輪際言わねえ方がいい。俺みてえにしくじっちまうぞ。はい。それで千歳って子はどこだ。それが あの女逃げやがったんだ。逃げた。最初の番だ、俺に酒を勧めてきてよ。俺もついつい上機嫌になって飲みすぎちまったんだ。どこかで聞いたことのある話だな。俺は薬もられたんですよ。つかお前最初の晩ってことは。ああそうだよ、あの女とはやってねえ。その前に消えちまったからな。それで俺の女なんて吹いて回ってたのか。情けねえな。それであの女はどこに行けばバラクータの幹部に会えるのかって聞いてきたから、俺は裏への入り方を教えたんだ。お前裏への入り方を来たばかりの女に教えたってのか。酔っ払ってたもんでつい。バカだ。待てよ、裏って何なんだ。残念ながらツアーはここまでだ。追ってる女のことは諦めろ。ラッキーと言いたいとこだがよ、今さら引けるかよ。それに何だよ裏って。でけえ声出すな。なあ、もうここまでにしとけや。これ以上ここに足突っ込むと本当に死ぬぞ。そうはいくかよ。取られたもんはきっちり返してもらうし、聞かなきゃいけねえこともあるんだな。時間が惜しい。千歳が裏ってやつにいるんならさっさと案内してもらおうか。あいにくお前に選択肢はない。分かった。だが約束しろ、ここから先は今みたいな騒ぎを決して起こすな。
俺の言う通りに動いて余計な口は一切叩くな。それは裏とやらの中身次第だ。さあ案内しろ。ついてこい。なあロマン、あんたらの言う裏ってのはヤバさで言うとどんくらいなんだい？そんなのは俺の機嫌の悪そうな顔を見て想像しろ。なんだよ、今さら連れねえこと言うなって。ここでツアーを中止にしてくれりゃいくらでも愛想よくするぜ。そうしてやりてえが、俺らも遊びじゃないんだな。そうかよ、ならもう黙ってな。その裏というのは一体？パーティーオフ4。The boss give you the okay? Don't give me that shit. You want me to take you out of here in cuffs? あの夜出歩いてたあいつらがこれがいるってことかな。異世界の入り口ってわけだ。ここにいる連中とは一味も二味も違いそうだね。そんなところに千歳はなぜ出入りしてるんだ？下水道か。これのどこが異世界なんだよ。黙ってついてこい。これホームレスのあの花屋のところに通じるあれみたいじゃん。まるで違うのかな。Roman, what the hell do you want? Nothing. Just a bit of sightseeing. And who are they? Sightseers. What else? Okay, hold on. You even run this by the boss? Do me a solid, won't ya? I promise, we'll behave. Huh. Behavior only gets you so far.アナコンダショッピングセンター。これが第五地区の裏ってことなのか。もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ？それにこの客は何なんだ？なんでこんなとこで買い物を？あれを見ろ。ファッションショー？パリコレみたいなことやってる。ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか？知らねえのか？あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている？セリだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで？あ、もしかして盗品をさばいてるのか？そんなせこい話じゃない。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって？それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙、つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。
本物と全く変わらないものを作って売りさばく。世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。世界最大のフェイクマーケットか。あのバイヤーたちもそれを知ってるのか。もちろん。しかも連中は真っ当な表社会の会社員だ。お前たちもよく知ってるはずの百貨店のバイヤーさ。日本やアメリカ、世界各国から買い付けに来てる。ってことは、ここで買った偽物が百貨店に並ぶのか。ああ、バイヤーは本物と偽って百貨店に卸すのさ。本物との差額は全部バイヤーの懐に入るってわけだ。その額は一度の買い付けで数千万円にもなる。どんな一流バイヤーだってそれだけの誘惑には勝てねえだろう。片や客はそんな真相はつゆ知らず、何の疑問も抱かず偽物に大金を払う。いいんだよ、買った品物が本当に本物かどうかなんて。大抵の客にとって大事なのは、有名な百貨店で高額ブランド商品を買ったっつ行為に酔ってるだけだ。しかしこのバイヤー連中は一体どこから入ってきたんだ。あんな身なりであの下水道を歩いてきたってのか。客には客の入り口があるんだよ。詳しくは言えねえかな。ディスプレイにあるのも全部偽物なのか。まあ、この奥に24時間稼働の工場があったな。そこで作ってるんだ。なるほど。上のホームレスをそこで働かせてるってわけか。ご名答。賃金はわずかだが、第五地区内で生きていく分には不便ねえさ。たまげたのは確かだがよ、肝心の千歳ちゃんはどこにいるんだい。ここには見当たらねえぞ。奥を探してみるか。ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it how, exactly?嘘。ローマ。You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Pendejo? かなりヤバいやつら、今までの龍が如くシリーズでも。人を欺めることに。開きにする。俺たち千歳って子を探してるんだ。心当たりねえか。人を殺めることに何の躊躇もしない。ゲロ、やべえこいつら。I'm gonna put you in your place。 おっしゃ行くぜ。堂島の竜の恐ろしさ教えてやんねえといけねえな。そっちがその気ならこっちはドスの極みだよ。どこに向かって攻撃すりゃいいんだよ。終わらせる。よしやるぜ。俺ちょっと開けちゃってっからいけっかな。受けてみな。ランボールってそんな攻撃力ねえだろ。勝利勝利。
次から次へと。畜生、一旦引くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥で。そうだけどよ、マジで突破すんのか。この奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、分かったよ、やってやら。意外に度胸あるよね、トミー。おっしゃ、行くぜ。俺の番か。なんとかなるでしょう。おお、一掃できるね、いいね。俺の番だな。どりゃ強い。よし、やるぜ。いてててて。いい調子だぜ。この辺りの連中は一通り片付いたな。ここまで来たら後には引けねえ。行くしかねえな。ええ、頼りにしてるぜ。意外に度胸あるんだよね、富澤。なんやかんや言って。高級ベルト装備できるやついる？装備できるやついる？高級ベルト MP の話か。いらん。この上はん、こっち上はなんぞや。上行けねえじゃん。合ってんのこれ。合ってる。来た。こんなところまで入り込んでやがったか、こきだね、ネズミどもが。やばそうだのが出てきやがった。おい、どうすんだ春日。何が来たって変わりやしねえよ。ぶっ倒して進むだけだ。 Bring it on。 かかってきやれ。ちょっとレベル上げすぎちゃったかな。まあいいか。お、全然減ってねえじゃん。どこまで続いてんだいここ。わかんねえ。大丈夫かよ、キリュウちゃん。キリュウさん、大丈夫ですか。やべえ、また来るぞ。あそこに隠れよう。キリュウちゃん相当やばい状態なんだ。Where'd they go? They're gone. They've got to be in here. Find them. Hey, what are you doing? Let's move. Right.危な。すまないな、足を引っ張っちまった。それはいい子の足で。でもよ、どうする。当てもねえまま進むのももう限界じゃないか。そうだな。随分とお困りのようで。お前、お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳って
じゃあこの女か、お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達？千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだ、この野郎。あんたどうしてここに？地上部分ならともかく、なんでこの地下に？そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うとバラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことが。何それ？茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを？春日、覚えてるか？病も確か。ええ、茜さんを探してた。どういうこった？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか？どう？話をしてもいいけど、その前に一息ついたら。ここまで来るのに相当大変だったでしょ。一体何が狙いだ？何よあんた、気の利いた提案をしてあげてるのに狙わないでよ。富澤、この子の言う通りかもな。ちょっと一息つこうや。俺もさすがに疲れたぜ。分かった。この部屋使えそうなもの結構あるっぽいし、準備ができたら声をかけて。ふむ、ここでいる。ちょっと準備ができる。あ、セーブをする。このここから先も戦いが続きますので、セーブすることをお勧めしますって言われたらセーブするしかない。なるほど。準備といっても特にアイテムなど あんの？なんこれ、ちょっと。そうだ、そうね。じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか？ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。茜さんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか？いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか？なのにあんたはあの家で何してたんだ？茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々だから、それをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか？そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろ。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で、私どころじゃなくなったでし
えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それはなんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたことと、この子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。ドロ。んだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな、富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけおやすさんに褒められてたんだ。ん、まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。ピス、千歳ちゃんが俺をはめた理由は分かった。あとはなぜ千歳ちゃんがバラクーダに追われているのか聞かねえとな。ここで一回インターバルが入るのか。あ、レンちゃんに聞こう。ああ、話を聞かせてもらおう。あんたが春日をはめた経緯までは分かったなら、次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね、第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そう。で、会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？
まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ茜さん？これには茜さんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイも茜さんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞって茜さんを狙ってんだ。わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダが茜さんを見つけたってことじゃない。それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。茜さんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ、それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから、ヤバくなったら退却するわよ。いい？ OK だ、よろしく頼むぜちーちゃん。何それ。千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。春日、そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。気合い入れるか。さあボスの元に向かうことになったが、キリュウちゃんがちょっと心配ではある。キリュウちゃんの体調はどんなもんなのか。千歳が仲間になったわけではない、あくまでも道案内という形で同行するっていうことかな。